モデルプレスをご覧の皆さん、ワンオンリーの直江です。まず、ケンシン、すごく身長が大きいので、本当大人っぽいスーツじゃないですけど、カジュアルとかそういうのよりはもう本当ダンディーな、ちょっと髪型もオールバックじゃないですけど、おでこ出してパーティーに行けるような格好にしてみたいなって思います。あと、その個人的に古着でやりたいなと思って、80年代とかそういう古着の短めのジージャンとかジャケットとかを羽織らして、バチバチに決めて、なんかコーディネートしてみたいなって思いました。意外に普通の学生の役を演じたことがないので、なんだろう、学校とか学園もので学生役をやってみたいですね。お兄ちゃんが休みで僕が仕事とか、なんか僕がどっか出かけた時に送ってってあげるよとか、前だったらなんかその遠征で空港に行かなきゃいけなくて、その時に朝早くわざわざ起きてくれて、送ってってくれたので、そういう優しい一面があります。まあ、まずは振りですかね。本当誰でも簡単に乗れる振りなので、踊れるので、振り付け、サビの振り付けはぜひ一緒に踊ってほしいですし、あと僕が注目してほしいのは、その2番のラップの T シャツ1枚でもいい、化粧もしなくてもいいっていうところがあるんですけど、そこがすごく共感できるので、そこをしっかり聞いてほしいなって思います。いえなんかもう本当に家族みたいなマイホーム。僕が外のその俳優のお仕事で一人で外に出てた時に、久々にグループの仕事に戻った時に、やっぱここが自分のホームだなって思ったので、はい、家です。僕はもうなんか必然的というか、いつもお母さんって言われるんですよ。意外に僕がお母さんで、あとみんな子供たちみたいな。で、エイクはペットワンちゃんかなって思います。はい、兄弟構成を作るとしたら、レイが一番長男で、次がハヤト、その次ケンシン、その次がテッタで、そのペットがエイクで、お母さんっていう感じかな。はい、お願いします。そうですね、まあここでしか言わないですから、まああいつが見てるか分かんないんですけど、いつもなんだろう、僕たちメンバーをみんなを明るくしてくれるのはテッタなので、本当にいつも感謝してます。ありがとうございます。これからも一緒に夢を追い続けましょう。見てるかな。はい、まあ、なかなか会えないですけど、僕たちずっとやっぱり僕たちのファンのことをスワックって言うんですけど、まあ、これを見てるあなたはもう全員スワックなんですけど、もうそんなスワックに言いたいのは、まあ、いつでも一人じゃないよと、隣に僕たちワンオンリーがいつでもいるので、寂しくなったら僕たち SNS で、それこそインスタライブとか毎週のようにやってるので、ぜひそういうので遊びに来て、なんか私は一人じゃないんだよっていうのを思ってほしいです。一緒に頑張ろう。